先ほど申し上げたとおり復習ですが、景気の循環というのは谷から谷までの間を一循環とする、間には山があるというふうに見ます。そして、谷から山を谷から山と山から谷に分けて、なおかつ谷から山の中の前半部分を景気回復、後半部分を景気拡大、山から谷の前半部分を景気後退、山から谷の後半部分、失礼、山から谷の前半が景気後退、山から谷の後半部分が景気悪化で、この4つの局面にですね、まあ、ここからがポイントなんですが、こういった、まあ、今ここにパッと書いちゃいましたけど、でなんでこっちに書いてないかっていうと、これ結構肝なんで、あれ写した方がいいと思いますよ。なんて言っちゃうと怒られちゃうんだけど、要はその言いたいことは、その各フェーズ、各局面、4つの局面において書いてありますね、注目するセクターってのは変わってくるんだっていうことです。これが循環投資法、まあ、私これセクター循環って呼んでるんですが、セクター循環のまあ考え方のポイントになるわけです。いつも相手が買ってればいいんだって思ってたらダメで、景気の局面によって相手が売りになる時もあるわけです。同じことで、いつも自動車買ってればいいんだっていうと、そうじゃなくて、景気の局面によっては自動車は売りになる時もあるわけです。同じくダメだこの企業はと思う企業もいっぱいあるんですけども、そういう企業でも景気の局面によっては倍になる時がある。それを景気と季節でわかる循環投資法、景気にも株価にもリズムがあるというのは周知の事実だ。簡単に言えば、好況の時には〇〇業種の株が上がりやすい、この季節には〇〇業種の株が上がりやすいといったようなものだ。よく知られている大統領選挙と株価の循環もそうだろう。投資の基本は安い時に買い、高い時に売る。この基本を守りたいなら株価の循環法則が鍵となる。連動する循環指標を見つけ、売買のタイミングを取る循環投資法は特に有効と言える。今回のセミナーでは、景気と季節の2つを対象に、株価との連動性について紹介する。景気循環は一見難しそうに思えるが、インターネットから簡単に調べることができ、普段の生活で馴染んでいる季節循環と合わせれば、手軽かつ効果的な循環投資法を身につけることが可能となるだろう。